力キャラに対してはきつい部分があります。そんなげー、アザキャラが、おっと、アザキャラがゲージ溜まりにくいっていうのもあるんですが、通常攻撃はね、全部ガーキャン可能になってしまうので、ゲージを溜まりやすい力キャラとどうしても相性が悪い、相性が悪いですね。まあ、そこをどうにかしてごまかして戦っていかなきゃならないのが技キャラなんですね。ゼロ番真剣勝負一本目始め。さあ、お兄ちゃんの親友の敵、出てくるのは香織さん。さあ、太刀打から、まあ、基本的なコンボですね。 AAB の連鎖さんから瞬時移動技からの塩尾線。さあ、飛び道具疾風殺打っていく。さあ、ジャンプへ引っかかって瞬時塩尾線立ち用一。さあ、瞬時天地、この投げが小次郎がやっぱり強い。瞬時という移動技から派生する投げですね。あと3秒入らず、 3B が判定して入るのは楓ぐらいかな。さあ、悟空殺に対して前ダッシュ駒投げだからったら確定ではあった。ちょっとジャンプしちゃいましたね。愛嬌じゃ。2本目始め。まあ、小次郎の瞬時電池何が強いかって、まあ見えないんですよね、見えないんですよ。で、投げ方っていうか当て方によりますが、相手を自分の進行方向に投げ飛ばす、まあ、タイミングがあります。で、このタイミングだと、ダッシュから 3B 追い打ち、まあ、威力が高い方の追い打ちが入るんですね。これが結構バカにできる。さあ、カスヒット、クリーンヒットではないので死に切らず、とはいえ重蔵側は、あっと、これは見れるか。南部打ち上げルートからの瞬時裏回って見分けに、さあ裏に、さあしっかりつなぎ直して最大。さあ、無条件に、まあ、通称裏にえと言われる、コンボですね。あーっと、瞬時電池で投げに行ったら普通にジャンプでかわされた、まあ、裏にえと言われる、まあ、小次郎の最大コンボですね。無条件にこれの初段、あー、ジャンプ B が強いジャンプ B が強い。これは初段なんですけど、相手をよろけモーションに誘発させる、技があります。このよろけモーションは、他の断行陣初段食らった時や、リレッカの遠距離配備ですね。あ、遠距離陣初段食らった時とは違って、レバガチャで復帰することができません。で、これを、乱暴儀打ち上げルートから打ち上げてから、瞬時で裏回って、無余計に空中の相手に背面から当てると、相手のキャラクターは、攻撃が食らった時自分の背後の方向に、ノックバックします。ただし、小次郎は相手とは逆の方向、まあ、自分の進行方向にずっと進み続けるので、相手が地上で、よろけモーション誘発した状態になります。で、その状態でジャンプ攻撃からもう一回無用剣にを入れるっていうコンボですね。これがなかなか難しいんですよ。処理落ちの少ないステージならまあ結構簡単なんですが、裏にえ決まったんですかね裏にえできたからよし。まあ、小次郎で覚えておきたい、まあ、なんだろうな、使えたら強いコンボですね。なお、最初にあれを覚えてしまうと他のことがおろそかになって、若干弱くなってしまう模様っていう、ちゃんと、なんだろう、小次郎としての動きを覚えてから、最終的なダメージアップの手段として、ああいう最大コンボですねを覚えていかないと、ちょっと立ち回りが、ね、若干雑になるんで。あっと、特殊ルートか、あれ、まあ、適正かな。はいはい、あ、ダメージ、あー、中段指導の方が高いでしたっけ。あ、そっか、
2本目走れ。ああなるほど、まあ手癖でしょう手癖でしょう手癖でしょう。そっか、ああわしづかって中段指導の方がダメージ高いんだ。ああなるほど、はじいて、あーと裏回りに西井がローガンに化ける、よくある。あれはもう真下に出るしかないです。前要素入れてると本当に出るので、なんか出た、なんか出たが体力低かったので問題ない。これから2回投げればいいだけだ。さあ瞬殺連でゲージを作りつつ相手を削っていく。きつい。若葉静香は冷静に見るとなんだろうね、そこそこ反撃ポイントはあったりはするんですけど、まあ、相手の勢いとかに押されちゃう部分もありますね。ゲージがあるときは結構ガーギャンに入っちゃっていいとは思います。静香戦とかは重蔵とかは特に体力使ったときにゲージ余ってるときはガーギャンに使っちゃって、まあ、ガーギャン裏回り投げとか、ガーギャンでとりあえずダウン奪って置き攻めでどうしてくれようかってやったりとかしちゃった方がいいんじゃないかなとは思うところはあります。まあガーキャン強いんでね、ゲージ溜まったら全てガーキャンに吐くっていう立ち回りも間違いではないです。ただジャックキャラが全ての場合においてそれをやってしまうと、弾いた時に入れられる火力が極端に下がってしまうので、はい、全部が全部ガーキャンでいいってわけではないっていう、このゲーム正解なんてないんで、はい、通常技いくら強いとはいえ弾きというシステムがある以上それは必ずしも正解ではないので、はい、投げてくる。まあ柔道のこの立ち火牽制もそうですね。さあ漏れたよくあるんですよ、 4A とかダッシュから 4A とか 8A とか出そうとすると、あと通常ルート死なない、死んだ。はい、一応受け身はできるんですが、まあ、受け身見てからいろいろできはするので、はい、なおかつわしづかの強いところは 3B がクソ速いことですね。 3B 大内、このわしづかの 3B 大内8002フレームで戻りが異常に速いと、かなり恵まれた性能してます。さあ 3B、 さあ裏回ろうとしたが、ああそうですね、1回目外れる、2回目当たる、3回目スカルとか結構できます。さあ瞬殺連、瞬殺連立ち火は届かないですね。さあ投げていく。さあゲージはまだ使わない、殺しきれないと判断した。ただし体力リード取っておかないと辛いのは自分自身っていうね。さあ投げる、クリーンヒット。まあ重蔵はなんだろうな、相手の体力を見てゲージを使う使わないを決めるのは結構大事です。さっきみたいにね、殺しきれないときはゲージを吐かないとか、ただ時間がないときは殺しきれないけどとりあえず体力リードを取っておかないとどうしようもないのでゲージを使うっていう場面は結構ありますね。さあそこは結構バレてるのでちょっと直したいところ。さあ投げて、クリーンヒットはせず、さあクリーンゲージ使えば死ん、ああ微妙だな、微妙だけど、うん、微妙だけどさ、ゲージもないし、まあまあいいか、勝てばいいんだ。さあ弾いた、さあまたやったからの、今度はしっかり下段ルート、一番威力が高いルートですね。基本的には、どのキャラも下段ルートを選択しておけば間違いがないです。ただし間違っているのが技沖縄、技沖縄は、そもそも下段ルートの最終段がつながりません。はい、ガードできちゃいます。なので技沖縄に関して言えば、威力が高いのは特殊ルートですね。しかも最終段ゲージが溜まります。なぜだなぜゲージが溜まるんだ、亀のせいかな。であとあれですね、地味にダメージが上がるのが小次郎の特殊ルートですね。
小次郎は実は下段ルートより特殊ルートの方がダメージが高いので、ほんの少しだけ、ほんの少しだけ高いんですが、やっぱり殺しきれるかどうか微妙な体力っていうのはどうしてもありますんで、少しでも欲しいときはそっち。裏逃げ裏逃げでもね、まあ結構画面端だとできませんからね。瞬殺、はい、瞬殺は強いです。発生が早い上にリーチがかなり長く、瞬殺レーンにするとなんだろうな、反撃かなりしづらくなるんですね。でそれで地上の打撃攻撃なので空中ガードができません。なので様子見で垂直ジャンプしたところに瞬殺が当たったりして、ちょっと痛いダメージもらったりしますね。が直式からの3秒打ち、さあめくりに行ったかめくれず、さあ瞬殺、さあこういうごまかす瞬殺がかなり強い。であそこで瞬殺出す出さないの選択肢ができるので、まあ、相手としては出す出さない読んで、あれですね、弾くとかそんなやる感じですね。ただし、わしづかはめくりジャンプ C や、まあ、投げとか以外はほとんど崩せるものがありません。まああれですね、ジャンプ A でガフとかはできたりはするんですけど、基本的に崩しは弱い方です。まあ、わしづかで崩し上手い人はかなりやってる人ですね。さあ投げていくガキャン、さあ裏回って、多分裏回り立ち絵とかやろうとしたかな。さあダッシュ投げは音がめ、3秒でまだ死なない、3秒は出さない、出なかったからのからの、さあジョーゾさんはどうしますか、どうしますか、特撮、ああそこでダッシュ投げに行く勇気があれば、あーあー、そしてわしづかもいろいろミスっている。どうしてもレバーを後ろに入れてしまっていると、レバーを後ろに入れた状態からダッシュ立ち絵とかやろうとするとシックサスが漏れる。これはよくあること。まあボタン同乗とかしてなんとか出さないようにはできますが、常に意識しておかなければならないので、他のキャラって基本的にそういうことをやらないので、さすがに飛び道具はしっかり取り出されて体力半分持ってかれる、痛い。さあジャンプシー通ったが、もともと通る想定をしていなかった。さあ A から短縮も何もしなかったからかな、ちょっと投げられませんでしたね。このゲーム短縮、相手の攻撃をガードした時にレバーの、ガードモーション入れ替えると、自分の硬直のフレームが、短くなるというそういう仕様、まあ、ですね、仕様があります。ですがこの短縮、高速短縮、まあ、何もいい部分ばっかりっていうわけでもなく、攻撃ガードした際の投げの無敵ですね、これも短縮されてしまうので、移動投げ持ったキャラに対して下手に短縮してしまうと、その移動投げが短縮で短くなったというか、短縮したせいで消えた投げ無敵、短縮したせいで投げ無敵が消えて移動投げが通るということも結構あります。2本目始め、さあしっかりつなぎ直して最大入れていく。さあまあ細かい、本当に細かいこと言うと、立ち絵 2B の方がダメージは高いですが、細かすぎるのでまあよしとしましょう。さあ瞬時電池体力は光った、 2C から立ち絵はつながらないが、まあ何か崩しに行こうとしたんだろう。 2C からさあ 4A 届いちゃうんですね。さあ鷲塚の強いところ 4A クソ長い、 4A からの連殺弾立ち B がクソ長い。さあめくりに行った、投げていく、体力リードは、あーっと、さあ何も出さずに 3C 入れ込み、
まあ、しっかりおとがめ。まあ、あそこは読み合いですね。投げ切らってバックジャンプとかした相手だと、まあ、ワンチャン逃げられたりするので。さあ、立ち火はね、入れ込んだ。ジャムシーで、クータグ。新選組連中のジャムシーは、とにかく判定やめくり、まあ、判定がとにかく強いです。なので、ガンガン振っちゃっていい感じです。技ですね。ジャムシー。ゲージは、わしづかがまだ溜まっていないので、さあ、ここに光る。さあ、つなぎ直したので消化には吐かず、さあ、ガーキャン用に持って持ち越していく感じかな。さあ、しっかり短縮反撃、3秒で死ぬ。あとタッチ C で殺しきった。さあ、入っていくのは柔道ですね。真剣勝負一本目足がい順立る。さて、つなぎ直しできず瞬殺連。瞬殺に対して、さあ、2C3 発で終わってしまった。実は安いです。さあ、クリーンとならず。さあ、これはいい体力。さあ、体力光ってしまったが、まあいいでしょう。柔道側もゲージは溜まっているので、ガーキャンに入っていっちゃってもいいでしょうというところで、クリーンとはせず、なので殺しきれない。さあ、やべえとは言っていますが、体力かなりリードしているので、むやみに攻撃を振りさえしなければ何も起きない体力ですね、これは。はい、何も考えずにジャンプ B を振ってしまうと弾かれて終わってしまうので、何も出さないのが正解。さあ、復帰できない。さあ、まだワンチャンあるぞ。さあ、 2C で反撃、これはうまいですね。さあ、わたけだになって性能が変わる BC ボタン同乗しの打ち上げ切りですね。あれは実は中断技になってまして、地上しゃがみ状態の相手に当てると、よろけモーションを誘発させることができます。ただし、このよろけモーションはレバガチャ、まあ、レバー1回転とボタン4つずらし押しで、復帰することができるので、さっきのコンボは実は確定ではありません。さあ、ローが、さあ、体力光った。ここから実はわしづか側が怖い。柔道側はなんとかかいくぐって一発当てるだけでいいのに対して、まあ、わしづか側はそれを気にしつつ、弾かれないように技を振りつつ相手を追っ払わないといけない。さあ、ジャムシー投げてクリーンヒットはせず。さあ、やっちゃったからの、ああ、投げられた。さあ、 2C で1回止めたのはいいんだが、さあ、下段ルートしっかり決めていって。とはいえ、まだ油断できないのは10対10増。さあ、体力光っちゃうので追い打ちはせず。ただここで体力光った。あとは2回通すだ、おお、怖い。あとは2回通すだけのお仕事、それが1回通すだけのお仕事になるか。さあ、あまりにも先端すぎる瞬殺は読みで弾いちゃうのもいいですね。さあっと、疾空殺が漏れたところに、真剣勝負一本目足がい。真剣勝負一本目足がい。
って新選組対決ですね。おや、少し見てない間にアシスが取っていく。さあ4名長い2本目足見ていないけどインプを取り返してる。弾いて、あーとダッシュが出ない。勝ち火が出ずに瞬間は天地行ったんだけど、相手が飛ばれていたので出さずにいたら普通にダッシュが出て、さあ最大になっていく。どうか直式、いやーやっぱ長いな。真剣勝負一本目始め。真剣勝負一本目始め。さてダプシー通って、さあ立ちになってしまいましたね。さあ飛び道具飛び道具遠いので、まあありっちゃありですがね、相手としては読みでダッシュジャンプするしかないので、まあ、読みが外れちゃった場合のリスクが結構高いので、まああんまりしない行動ですね。さあ瞬間電池ガシーで追いち有利を取っていく。ダメージではなく有利ですね。まあ画面端なのでちょっとどっちか分かんなかったっていうのは ありそうではある。はじいてラボギーまだ死なないので、さあ何ルート下段ルート死なないが体力リード、瞬間でいったところにしっかり差し込んで、まだまだ2本目足りさあ3秒時ハードジャムシーめくりに行ったがちょっと遠くに行ったね。 3C でごまかして主任ペンチひたすら投げていく。さあズーズーしいな、まあ、このズーズーしたは結構小次郎にとっては大事なんじゃないかなとは思いますね。あと 4A 端末で終わってしまう。さあ何もしない何もしない小次郎は何もしない。なぜか弾くからの、さあガキャンからの投げていく、投げて、さあ体力5分状況をここからどうするのか。瞬殺連、さあ時間ギリギリでなんとか1本取り返して、3本目足まあ無理にから、さあ受け狩りはできず、ダブシー、さあどっちだこれ。さあ瞬間
レンジから3秒時ジャブシーからさあ2シーで飛ぼうとした相手にあーっとさすがにちょっとためが足りないと判断しあーっとこれは距離だけですね。まあほぼガーフと言っていいんじゃないでしょうか。画面端に向かってダッシュジャンプし、ダッシュジャンプした後にジャム攻撃出すと、相手のガード方向ですね、これは1フレームごとに思うような切り替わります。そういう、まあ表裏ネタですね。マシズカでもできるし、ザンゼスでもできる、あとはムクロでもできますね。割とどのキャラでもできたらやつさて、私もそろそろ入りたいので、マイクちょっと出ますので、手渡そうかな。さて、マイクはどこにすればいいのか。ヒッタースイッチ切りますね。まあ、多分誰か持つとは思うんで。真剣勝負一本目始め。せよ。せ
すりゃ。せい。やっやっやっ。あ、せよ。せよ。せい。せい。やっ、せい。ふうが、ふう。せい。すりゃ、すりゃ。せよ。せよ。せよ、せよ。せい。すりゃ。せい。ふうが。時間切れ。もう終わりかい。二本目始め。せよ。せりゃ。せよ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 。時間切れ。三本目始め。
2本目始め。せいやせいせいせいお覚悟願おう。せよあせよセーブあせいせよせい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 これがゼロ番隊の実力だ。あなたを真剣勝負一本目始め。ヤッホHuh!
これがゼロ番隊の実力だ。ゼロ真剣勝負一本目始め。
始め。セイセイ。真剣勝負一本目始め。Yeah!
これがゼロ番隊の実力だ。ゼロ真剣勝負一本目始め。これがゼロ番隊の実力だ。真剣勝負一本目始め。
これがゼロ番隊の実力だ。ゼロ真剣勝負一本目始め。真剣勝負一本目始め。これが
ゼロ番隊の実力だ。真剣勝負一本目始め。これがゼロ番隊の実力だ。真剣勝負一本目始め。
これがゼロ番隊の実力だ。見せた。ゼロ番真剣勝負一本目始め。すりゃせいせよやせいせいせいやなはうせいせいせよせいせいせいやすりゃやせいせいせよせよせよやせよせいやすりゃすりゃせいこれが真剣勝負一本目始め。真剣勝負
一本目始め。あなたを。は。真剣勝負一本目始め。スリア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 。いや。スリア
三本目始め。スリア。はい。タッ。や。や。はい。スリア。スリア。や。スリア。はい。はい。や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 。はい。真剣勝負一本目始め。
Yeah!
真剣勝負一本目始め。
Yeah!
Yeah!
ちゃん。真剣勝負、一本目始め。真剣勝負、一本目始め。真剣勝負、一本目始め。くわばら。
Yeah!
真剣勝負一本目始め。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 Yeah!
真剣勝負一本目始め。
Yeah!
私がやらねばならぬのだ。真剣勝負、一本目、始め。Yeah!